カーナンバー90、川端正人。さあ両者今セットされたところ、シグナル先頭、そして消えてスタート。さあどうなる、横井川端、まずは横井のシルビアが、そして後ろからスープラ、速い速い速い、ついていく、ものすごいところ入ってきた、ずーっと寄っていく、ずーっと寄っていく、スーッと入ってたの。ここね。うん、スーッともうほら。これビタビタ。いや当たるかと思いましたこれ。これ3点4点あるでしたっけ。だから先行が早いやつならこれができるっていう。うん、あそこでもし待たなきゃいけない、ブレーキかなんか使わなきゃいけないと、はい、もうダメなんですよ。そうそうそう。だけどそのままアクセルを踏んでいけるんであれば、これ川選手回っていけるんです。ちょうどいいマーカーというかゴーストが。それが今までできないから中入っちゃってたんです、ね、はい、全部。まあ、この辺のあ出ちゃってるのは両方出ちゃってるんだからいいじゃないですかね。そういう話じゃない、後ろはいいんですよね、後ろね、出てもね、前は出ちゃってるんですね。そうです、前は多分オンラインから、この後ですよね、これもう、ね、大体どこ行ったの、ああ本人さん、これちょっとだ相当遅れもいいですからね、はい、入れ替えの2本目ということになります。後追いとしておそらく96点ぐらい、そして後追いポイントも10、取っていけるか横井正史。さあ川端が行く、川端が行く、それに対して横井が、さあ横井が並んでいく、しかし川端も速い、川端も速い、さあ横井が入れない、川端が入る、横井が入る、横井が入る、横井が入る、右リットから入っていく、横井も寄ってった、これもすごい、すごいもう取ってきましたよ、取ってきました、一番いいツイスト出ました今、すごいとこ行きました、すごいできました、2台とも全マークで行きました。ただここの寄りは、うん、1、2の寄りはさっき川端選手の方が、はい、より近かったとは思います。そうですね。そこはそうですね。はい。ただ後半に関してはこれ全然横井選手が持ってきました。最後は1、2、3ゾーンを2台とも取ってくってすごいです。これオンラインですね。ね、川端選手ね。どっちもだから98点台の走り、減点なしっていうのをやってるってことですよね。でもだから横井選手がどちらの得点、後追いで良くて、さらに後追いポイントいくつ取るかがこれ勝負。